はい、皆さん、こんにちは。ナス兄さんです。今日はね、北上市役所の前から行って、他弁の前にパーキングがあります。そうです。眼中です。眼中行ってきます。眼中。移転してから初めてなんだよね。今日食べるのは、特製魚つけ麺。これがね、うまいんですよ。では、くべ、いただきます。で、ほれ、まずつゆっこから、煮干しががっつりきいてね、美味しいんですよ、この汁が。そしてね、この太麺にね、絡むんですよ。この煮干しのスープが、めちゃくちゃ絡むんですよ。これがまたうまいんですよね。なんとね、いつもね、新店舗になってからね、こう眼中いつも行こうっていう時にね、いつも休んでだったりね、なんかなかなか相性良くなかったんですけどね、やっと来れました。そして入れました。そして食べれました。美味しいラーメンやっと食べれました。グッと、美味しい美味しい。これがまたうまいんですよ。でもほれ、今日の食べる気してきたんだけどね、辛煮干味噌、煮干味噌辛ラーメンだったかな。それね、ちょっと食べてなーと思ってきたんだけどね、全部売り切れでした。煮干しの味噌、煮干味噌系は全部売り切れだったのでね、今日はね、まあつけ麺、まあごめん、眼中って言ったらね、つけ麺が美味しいですからね。これでもうがっつり有名になりましたからね。つけ麺ブームの到来でしたもんね、あの時代はね。で、北上でつけ麺出して有名になってね、マスターも体壊したなんだかんだ言って頑張ってやってますね。この味はほんと北上、まあ多分岩手県でも、ここでしか食べれないくらい美味しい、つけ麺ですよ。魚介のね、すごく効いたさっぱりとしたスープに、さっぱりなんだけどほんと濃厚な美味しいラーメンです。そしてこのチャーシューもね、食べ応えがあってね、美味しいんですよ。これがまだうまいんですよ。ナス兄さん頑張って食ってけろな、今日もな。いくよ、いつものね、全部いけるかそれ。いくよ、せーの、ずるずるっとね。うまそうに食うな。これがうまいんですよ、本当に。今日はチャーシュー3枚追加しました。なぜ追加したかっていうと、米、やっぱね、朝ごはんだからね、米も食いできてね、俺は朝ごはんはがっつり食べる派なんですよ。意外とね、みんな朝ごはん食べねえ人いると思うけど、俺ガキの頃から朝絶対食べねえと。やっぱ体力がもだねもね、昼までね腹減ってね、だから朝はがっつり食って、昼がっつり食って、夜がっつり食う。だから太るんだっつうの。ってね、冗談ばっかり言ってるけどね、ほんと食べるんですよ。そしてね、ほらご飯ボロボロってこぼしてらず、こぼさねで食えよちゃんと。で、これがね、今日初めてだったんだけどね、つけ麺じゃなくてつけライス、これがなかなか美味しかったです。もし皆さんも試せるのであれば試してみてください。でもこのラーメン結構量多いので、ライス入らないと思いますよ。なかなかヘビーなラーメンの量です。でもナス兄さんは朝ごはんだからがっつり食べれます。またこのね煮卵もね味がねちょっと染み出てね、うめがったっす、ほらやみつきになったらつけライスこれほんとねこのつけライス美味しいですよ。ほんと試してみてください。はい、なかなか美味しかったんで、もうそろそろね、ラーメンの麺もね終わりに近づいてきました。締めのね海苔もね、締めの海苔もこうペルッといってね、このまだ海苔もね美味しいんですよ。元寿のこの海苔も美味しいんですよ。ほんとね美味しくないものがないもんね、ここのお店ね。全てパーフェクトに美味しいですね。麺も美味しい、つゆっこも美味しい、そしてチャーシューも美味しいでね、卵煮卵も美味しい、海苔も美味しい、ほんとね残すところないくらいね美味しいです、これほんと。ほらもうね麺なくなったからね、最後の締めのねご飯、チャーシュー丼にして食べっかなと思ったけどね、こうやってね、俺あれなんですよ、皆さんねちょっと話ちょっと変わりますけどね、納豆ってご飯にのせる人ですか、それともパックで食べてからご飯食べる人ですか。最近俺ねパックから口に入れてそれでご飯食べるようになっちゃったんですよ。いや丼はね汚くなるからとかそういうのじゃなくてね、納豆全然のせてもね綺麗に食べれるんですけどね、最近ねそんな話はどうでもいいっていうと思いますけど、納豆ね、今パッと思ったけどね、納豆食べる時ねパックから食べて、ご飯にのせないでねパックからくじに入れて、それであとご飯食べるようになっちゃいました。なんでか知らないですけど、で納豆の話でした。すいません話ずれでいや、おっさんがねただご飯食べてるだけじゃつまんねえかなと思って、たまには何か話した方がいいかなと思ってね、でそろそろほらしめさ入ってきてね、このねチャーシューとこのご飯もまた合うんですよ。美味しいんですよほんとね。全部なんならねこれ多分ねつゆ半分くらい飲んで、でつゆの中にライス入れて、でチャーシュー2枚ぐらい取っといて煮卵1つのね、それでこの汁っこの長さご飯入れてね食べたらね美味しいと思います。でこれ割りね、割り湯割り、割る湯ねなんだかわかんないけどね、つゆこう薄くしてね、でこれスープ飲んでくださいって、スープ味濃いからねやっぱりね、って感じでスープ飲んでください。でもナス兄さん血圧上がりたくないのでスープは控えめにします。でもほんとこれねスープまで全部いけますよ。なんなら本当にライスぶっこんで、最後にお茶漬けみたいにして食べるのが美味しいです。美味しかったです。ごちそうさまでした。